皆さんこんにちは。改めましてイリメージです。今回は今流行りの束感まつげカンドル風目元を作る方法について皆さんにシェアをさせていただきたいなと思います。ここ数年カンドルブームに乗っかってメイクもかなり変動してきてると思うんですけれども、まつげがバサバサな時代からナチュラルの目元へ、近年はさらに束感まつげへと変動してきます。今日はこっちの目元を束感まつげにしていて、こっちのまつげ何もやっていない状態なんですけれども、まつげ以外は同じメイクなんですけれども、目の大きさ縦幅がだいぶ変わってきますよね。私下まつげも上まつげも結構毛が少ないし細いし痛みやすいんですね。でそんな方ってまつげの束感ができないんじゃないかなと思っている方も多くいらっしゃると思いますので、そういった薄毛の方にもできる束感まつげを韓国で伝授してきてもらいましたので、それを皆さんにシェアをさせていただきたいなと思います。ちなみにこちらの動画でまつげの束感について言及はしていませんので、ぜひねこちらの動画で皆さん詳しく見ていただきたいなと思っております。私の動画では元美容部員の経験を生かし、美容医療から海外コスメまで幅広く皆さんにシェアをさせていただいております。旅動画も出しておりますので、ぜひそちらもご覧ください。それでは早速動画に行ってみましょう。早速束感まつげを作っていきたいなと思います。私はこうマツエクとかマツパーも何もやっていないので、こうビューラーでまず上げていきます。ビューラーを上げるコツなんですけれども、ビューラーの上げる上げないってあんまり技術正直必要なくて、何が大事かというと、このビューラーをつける前ですね、スキンケアの段階でオイルとか美容液とか目元のこのまつげのところにつけてしまうと、それがまあ油分となって、こういった薄毛のまつげの方っていうのはすぐまつげが下に下がりやすくなってきてしまいます。なのでスキンケアをつける段階から気にしていただきたいなと思います。薄毛の方はホットビューラーで目元を上げていただくのが一番理想的なんですけれども、ホットビューラーを持っていない方結構多いと思いますので、今回はビューラーで皆さんにシェアをさせていただきます。火で炙ってもらいます。すぐ目元をこうつけてしまうと結構熱いので、それだけ気をつけてください。これは根元から上げていきます。ビューラーで目元から上げていると必然的にその土台が作りやすいので、こんな感じで上げてください。でこの後にこうマスカラをつけていきます。今回使用するマスカラはまつげの束ができやすいマスカラを紹介をしていきたいなと思うんですけれども、こちらです。エイペのアイラッシュブラックセラムなんですけれども、エイペは韓国ブランドなんですけれども、全ての毛の悩みに合うソリューションを研究するトータルヘアケアブランドです。最近愛用しているマスカラです。勝手に毛同士がこうくっついてくれるから、正直こう何もしなくても束感まつげにある程度なるんですね。こんな感じ、さっきのまつげだとこんな感じで束感にはなっていないと思うんですよね。私もねこれほらだんだんこうどんどんちょっと下がってきてるんですけど、そういう場合はもう一回ちょっとめんどくさいかもしれないけど火で炙ってやってください。温めることで形が形成されるので、これだけでもさ結構束感になってませんか？すごくない？このマスカラこんな薄毛でもこのぐらいの束感まつげが作れるんですよ。これこういう感じでこうナチュラルな感じに整えることができるの、まつげを。すごいよねこれね、本当に。しかもマスカラと栄養剤が一つに入ってて、色も綺麗で人工色を排除、 100% 自然由来成分のみのカラーを実現しているそうです。あとめっちゃ楽なのが、これ水で落ちるイージーウォッシャブルなので、簡単に水で落とすことができます。マスカラの栄養剤の利点を合わせたクイックドライとフィッシングの効果があるから、一石二鳥のマスカラです。でこっからがすごく大事で、このまつげをこうつけた時に必要するのはこのピンセットです。これこのピンセットを使うことでアイドルっぽいこの束感まつげを作ることができます。でこれどんな風にやるかっていうと、超細かいんだけど、このバラバラになってるとこあるじゃないですか、この細いバラバラを一緒にくっつける。うまくねこうくっつかないなっていう方いたらマスカラを付け足してください。ちょっとね毛が薄すぎて分かりづらいとは思うんだけど、毛先をつまんで束感にしてみました。ちょっと分かる？こんな感じです。こっちの目と比べると、多い方だったらもっと束感いっぱい作れると思うんだけど、私は究極に少ないので、まあ、このぐらい少なくはなってきてしまうんだけど、完璧ではなくていい、大丈夫だからこの後に調整するので、こんな感じで束感をある程度何本か作れたら、これを使っていきます。これは部分用のまつげ、これを
この束感のまつげの下にこうどん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 つけていくような形になります。ちなみにこれなんだけど、これはオリーブヤングで売っていますので購入してみてください。ピンセットでこういう束感まつげ作りたい人にすごくねおすすめです。これと2つ入ってるので、値段が1000円ちょっとだったけど、私はセールで700円ぐらいで買ったかな。まつげがこうカーブしてあるところの上につけます。なんでかというとこう下にねつけていくので、カーブの表側にチョンチョンチョンってつけて、ちょっとマジで見づらくて申し訳ないんだけど、こういう感じでまつげの裏にこの液がついてきしてしまう場合は、目つぶった時にこの下まつげについてしまうのね、薬剤が。だからそういった場合は手である程度拭いてください。で5秒ぐらい乾かした後に、でさっきこう束感まつげこんな感じで作ったじゃないですか。この束感まつげの下に1、2ってちょっとなじませて、薬剤をピタッと簡単にこうやってつくんですよ。元々の地まつげにこの部分用のつけまつげを一回なじませるのがすごく大事で、みんなは薄毛と言いつつ下まつげのまつげもあると思うんだけど、私なんかびっくりするぐらいないから、下まつげがもう小さい頃生まれた時から多分ないなかったなと思う抜けちゃったとかではなく全然ないの。なんか TikTok のなんかのコメントで下まつげどこ行ったとか言ってめっちゃ失礼なやついたけど、そういうのマジで言わない方がいい、毛とか関しては。はい、ということでこんな感じでまつげ完成しました。どうですか皆さん、結構しっかりと束感まつげになっていると思うんですけれども、今日紹介したあのエイペのマスカラとかこういったね土台やっぱりめちゃめちゃ大事になってきますので、束感をつけるときにまつげ同士がひっつきやすいマスカラを選ぶんでいただくのが作りやすいのですごくおすすめです。こうやって見ると全然違くない？あの薄毛がどこに行ったんだかって思うぐらいまつげがかなりパッチリしています。でこれでね下まつげもあれば最強にこうパッチリした目元になるんだけど、私は下まつげがないので結構アイシャドウでこうぼかしたりしています。どこの角度から見ても地まつげのような目元をこういう感じで作れるので、あのねもっとまつげが多い方だとふさふさの可愛いアイドルメイクみたいな感じでできると思いますので、ぜひね参考にしていただければ嬉しいなと思います。でこんなに私がねこうずっと薄毛薄毛って言ってお伝えをしているんですけど、まつげのケアもね結構しっかりとやっているんですよ毎日。だけどやっぱり生え変わりの時期とか、もともとまつげが傷みやすいとか で途中まつエクとか、あとまつげパーマとかもこう入れたりしてしまうので、結構本当に傷みやすくて、今日紹介したエイペのこのマスカラに育毛剤も出ているんですね。こちらですね、エイペのアイラッシュエッセンスセラムです。ここ最近毎日このアイラッシュエッセンスセラムを使用しているんだけど、あの薄毛の方でわかると思うんだけど、こうまつ毛美容液を塗った後にすごくこうまつ毛の 目の中にこの液が入ってしまう。こちらのマスカラと同じように涙に近い pH なので、目に入っても染みにくい成分になっています。油分がないのでまつ毛パーマ、まつ毛エクステの施術の後にもケアが可能なんです。ブラシとボールチップ付きのデュアルブラシで毛根の間をしっかり栄養ケアしてくれます。これを使用して今3週目なので、なんか長さに関してはまだ効果はわからないんですけれども、腰が出たっていうのは、まあ、明らかな効果が実感できたなっていうところです。こうマスカラやるときにすごいまつ毛に腰が出ているので、マスカラがすごく塗りやすくなって、まあ、こういった束感まつ毛とかも作りやすくなりました。さらに10種類の栄養成分、ビオチン、パンテノール、ペプチドなども配合されているので、あらゆるトータルヘアケアブランドということで、まあ、髪の毛にもあと目元にも眉毛にもお使いすることができます。私これの好きな点っていうのが、まあ、まつ毛ね美容液って長い目で見ないと効果っていうのがわからないと思うので、マスカラに関してなんだけど、色がすごく綺麗なんだよね。なんかすごいこう漆黒の色で、すごい綺麗なブラックなんですよ。まつげに光沢があるだけで目元ってすごく華やかに見えるので、ツヤ感がすごくあるタイプなので、私はねすごいこのマスカラは気に入っています。まあ、こういったねアイテムを使用することでさらに簡単に作れるということで、今日もね皆さんにご紹介をさせていただきましたが、いかがだったでしょうか。エイペ気になった方いたら概要欄の方ございますので見てみてください。エイペに関してはまつげだけではなくトータルヘアケアブランドということで、
髪の毛にも使えるものがあります。こんな感じで毎日夜使っているんですけれども、どうしてもね、私長年分け目がこっちなので、こっちが結構剥げてきちゃうんだよね。なので髪の毛のケアをちょっと最近本当に頑張っているんですよ。海外にねいるとどうしてもやっぱり髪の毛が傷んできたり、いろいろね大変なことはあるんですけれども、こういった美容ケアをいろいろ取り入れて自分で自己管理しています。なのでぜひ皆さんも参考になったら嬉しいなと思います。チャンネル登録とまたみんないいねもよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしてください。ありがとうございました。